父ちゃんは天然パーマの動画をご覧の皆様、こんにちは、池さんです。今回は車中泊におすすめの車選びについてお話ししていきます。最近はね、軽バンとかそれからコンパクトカーのような小型車で始める車中泊がとても人気高まっていて、まあ、誰でも簡単に気軽に始めやすくなっていて、これからますます車中泊の人気が高まっていくと予想されます。そこでこの動画では、その中でも小さなお子さんのいるご家族でこれから車中泊を始めようと検討されている方向けにおすすめの車をご紹介していこうと思います。まず最初に車選びのもう結論から言っちゃいます。家族で車中泊を始めるなら、もう絶対にミニバンをおすすめします。っていうかね、ミニバンしかありません。理由を簡潔に説明しますね。ミニバンを選ぶべき理由、その1。まずね、最初の車中泊で狭苦しくて不快な思いをさせてしまうと、家族がね、車中泊をねしたくなくなってしまうっていう問題があります。ご家族ね、3人以上で車中泊を始めるのであれば、ミニバンサイズ以上の車で車内の広さとね、快適性を重要視する必要があります。ミニバンを選ぶべき理由その2、快適なベッドスペースを作れるか。つまりね、これね、足を伸ばして寝れるかっていうことなんですけど、これがね、実はすごく重要なポイントで、足を伸ばして寝れるか否かっていうのはもうね、睡眠にね大きな影響が出ます。少しでもこう首をかがめたりとかね、足を少し丸めて寝るみたいなぐらい狭いと、もうね、全然熟睡もできないし、かなりねストレスフルになってしまうんですね。特に200以上の連泊の旅をする場合はとても重要になってきます。ミニバンだとシートをフルフラットにして大きなベッドスペースを作れるので、ほとんどの大人が足を伸ばして寝ることができます。またこのイラストのように、2人のお子さんがいてまだまだ小さければね、縦にレイアウトして寝ることができるので、そうすると実は、結構ね、横幅にゆとりができて快適なあのベッドスペースねを作ることができるんです。こういうレイアウトをするのにもやっぱりね、ミニバンサイズ以上の車、この快適なベッドスペースを作れるっていうことも一つ重要なポイントです。ミニバンを選ぶべき理由その3、荷物を収納できるスペースが豊富。これね、実はね、これも重要なポイントで、ベッドの下が収納スペースになるんですよ、ミニバンって。まあ、つまりシートの足元とかになったり、ね、サードシートの後ろ側だったりするんですけども、これね、旅行の荷物の他にアウトドアグッズとか遊びの道具なんかも豊富に積むことができるので、ルーフボックスなど乗せなくても、まあ、十分な荷物をね、積むことができます。で、これ意外とやってみないとわからないんだけど、ベッドスペースを作るということは、他にね、例えばさ、洋服が入ってるバッグだとか、そういう荷物を他に置ける位置がないと、結果的にそのベッドスペースを圧迫しちゃうんですよね、荷物で。なので、それらを、他に収納するスペースがあるっていうのも、ここもおすすめする大事なポイントの一つです。ミニバンを選ぶべき理由その4、日常の使用でもベストなサイズ。特に首都圏在住のご家庭だと、駐車場問題から、まあ車の2台持ちっていうのがね、現実でないというか不可能っていう、まあ、ご家庭もね多いと思うんです。なので基本的には1台の車で日常でも使いやすくて、さらに車中泊にも最適っていう大きさであることがとても重要ですね。あとね、すごくこれも重要なポイント、立体駐車場に入るサイズっていうのも重要なんですね。ショッピングモールのね、立体駐車場とかにもすんなり入れるサイズっていうのが、選定する時の大きな基準になるかと思います。以上の理由から、家族で車中泊を始めるならば、絶対にミニバンがおすすめなんです。もし現在、軽自動車とかコンパクトカーに乗って
いるっていうご家庭であれば、まずはねレンタカーを利用したり、それから車中泊仕様の、レンタカーっていうねワンボックスとかの、レンタカーも出たりするので、まずはそういうのを書いて始めてみるのもいいと思います。これが1回目の初めての車中泊でもう狭苦しくて不快で辛かったなんて印象を残してしまうと、もうね子供たちとか二度と車中泊したくないってなってしまうので、やはりね最初の数回をねとにかくね快適で楽しい思い出だけを残せるようにすることがとっても重要なポイントなんで覚えておいてください。さあ次にね、車中泊が快適だと連泊が可能になる、そのあたりお話ししていきたいと思います。これね、車中泊にだんだん慣れてくると、連泊での車中泊が楽しくなってきて、連泊できることでさらにこういろんなエリアに目的地をね広げていくことができるようになるんです。例えば5泊6日で車中泊の旅ができるようになると、走行距離にしてね、1000キロから2000キロのね移動が可能になります。例えば東京スタート地点と考えた時、西はこっちか大阪ぐらいまで、それから北は、盛岡あたりへの往復ならば余裕を持ってプランを組めちゃうんですね。で今の大阪それから盛岡なんていうのはだいたい片道500キロぐらいのプランなんですね。これ慣れてくるとさらに倍の2000キロなんていうプランもね組めちゃったりするんです。そうするとさらにまあこういろんな観光地を回って計画するなんてこともできるようになるので、これこそ車中泊の旅ならではの醍醐味というか楽しみ方なんですね。我が家の場合、8泊9日のプランで、九州一周プラス四国縦断なんてねトリップとか車中泊の旅とか、それから北海道一周プラス東北縦断なんて車中泊の旅も実現しちゃいました。こんな感じでね、ミニバンサイズ以上の車で快適に車中泊ができるともう旅の幅も広がります。ぜひねミニバンサイズ以上の車を手に入れて、すごいこういろんなところを目的地とできる旅のプランなんかを組んでみてもらえると、車中泊の旅の楽しさ面白さがねより一層、分かっていただけると思います。では最後に天然パーマが車中泊におすすめの車っていうのを紹介していきたいと思います。その1、日産セレナ。やっぱねミニバンの中でも車内空間が一番広いっていうのが理由ではあるんですけども、しかしですね一番おすすめのポイントはここです。日産のオーテックジャパンっていうところからセレナマルチベッドっていうタイプが出てるんですね。でこのセレナはもうね潔くサードシートを取っ払っちゃってて、そこがね収納式のベッドキットを組めるようになってるっていう代物なんです。そうするとなんとね全長2メーター15センチの広くてフラットな超快適なベッドで寝ることができます。フルフラットシートのフルフラットアレンジって言っても、結局ねこう起伏がどうしてもできてしまうので、その上に、クッションを敷き詰めたりとか、それから車中泊のベッドマットとかを敷いて、そのボコボコ感をなるべくなくしてそこの上に寝るっていうのが通例なんですけども、このタイプだとセカンドシートを含めてフルフラットでねすごくこうクッション性のある寝心地のいいベッドキットが組めるので、ベッドとしては一番寝心地のいいベッドがね用意されてるっていう、そういう車になります。さらに最後部がまるっと収納スペースになるんですね、ベッド下が。なので積載量もたっぷりあって車中泊するのにもう理想的なミニバンだと思います。まず僕の一番のおすすめは日産セレナです。で2番目におすすめするのはね、またまた日産の NV200 バネットっていうねバンなんですけどね、これもねマルチベッドワゴンっていう同じくねオーテックから出てる、車中泊シリーズがあるんですけど、これねセレナよりもね車もベッドも一回り小さくなってしまうんですけど、やはりね快適なベッドスペースを作れるのがこの車もおすすめのポイントですね。でさらにこちらはなんか2トンのパステルカラー特別車みたいなのが用意されていて、ボディカラーに合わせてそのベッドとかフロアの色っていうのもね
可愛らしい色に変えられるっていうのが特徴的です。まあ僕は絶対パステルカラーの車なんかには乗らないけどね。はい、毒吐きました。さあ次におすすめするのはこちら、三菱デリカ D5。 これね、車中泊歴21年のね池さん、初めての車中泊がデリカスターワゴンっていうね、初期の頃のね四角いデリカだったんですね。それから、次のねスペースギアっていうのに乗り換えて、トータルね10年くらいね僕デリカで車中泊の旅をしていました。でこの車をおすすめするもう一番のポイントはこれです。やっぱねオフロードの走破性能がダントツだったっていうことですね。ミニバンの4駆ではもう最強だと思います。ただ D5 はねちょっと車内が狭いので車中泊に向いているかどうかというとちょっとまあまあかもしれないですね。でね4番目、トヨタアルファード。もうね言わずと知れた、ミニバン最大サイズのラグジュアリーミニバンです。8人乗りタイプのシートをフルフラットにするとなんとね全長2メートル以上のベッドスペースになって、でね当然さっきも話したね車高も高いので室内空間が圧倒的に広くて快適です。そして何よりねゆとりのエンジンパワーで運転が快適、乗り心地は最高で長距離運転はもう全く苦になりません。ヒカキンのお兄さんのセイキン、彼がねアルファードで初めての車中泊に挑戦した YouTube なんか一気に100万再生しちゃったりしてましたよね。きっと知ってる方多いと思うんですけど、でアルファードはそんで玉数が多いので中古市場でもね程度が良くて安い車っていうのがねたくさん豊富に出ているので、このサイズのミニバンで車中泊を始めるっていうのは僕はね超おすすめします。何せ快適です。さあ5番目に紹介するのが日産エルグランド E51 っていうタイプです。このエルグランドは現行のタイプではなくて一世代前のタイプですね。 E51 って言います。我が家がチビたちを連れて車中泊を始めた時に乗っていたのがこの E51 で、アルファードと同じぐらい車内が広くてベッドサイズも多くて、そしてエンジンも乗り心地もすっごい良かったので最後に紹介させてもらいました。のでやはりおすすめするならこの E51 です。でちなみに僕ねこの E51 っていうエルグランドは6年乗ったんですけども、もう1回たりともね故障することはありませんでした。やっぱね技術の日産の車はいいなってね改めて思いますね。でこの車も少し古くなっちゃうんですけど、中古車市場もねやっぱ10年超えしている車ばかりにはなってしまうんですけども、やっぱりこれも玉数が多くて程度のいい車が中古車市場には豊富にあるので、ぜひねこの車で車中泊を始めてみるっていうのもすごくおすすめします。え、なんで池さんが今乗っているハイエースはおすすめしないのって思われた方がいらっしゃるかと思うんですが、はい、車中泊歴21年の池さんがこれから家族で車中泊を始めようとする方におすすめする車紹介でしたが、参考になりましたでしょうか。何度も言いましたが、とにかく快適に寝泊まりすることができる空間を用意してあげるということが長く楽しく続けられる大きなポイントです。ぜひご家族での車中泊の旅の楽しさと素晴らしさを知ってもらえたらすごく嬉しいです。次回の動画ではおすすめの車中泊グッズっていうのをご紹介していきたいと思いますので、楽しみにしていてください。それではまた天然パーマの動画でお会いしましょう。バイ。 Dude, that father is 天然permed.